ざっす。今回はね、このエンヤミュージックさんとのコラボレーションで、はい、スマートオーディオギターをちょっと遊んでいこうと思います。かっこいい。さっきちょっとやっててんけど、はい、すごいな、ほんまに面白いですね。楽しいな。あ、で今日、はい、あの一応マイクもあって、でこれでこっからも全然やん、すごいよな。一応その、まあ、軽くカバーとかもしようかなと思って、はいはい、今回ボーカリストの方を呼んでます。ゲストの方です、ね、ゲストのボーカリストの方、ゆりあちゃんお願いします。ゆりあちゃんです。あ、よろしくお願いします。あ、座ってください。あ、いいですか、はい、すいません。アンフルフィルドっていうバンドの活動してます、はい、まあ、ちょっと縁があって、あ、後ほど歌いますからね。あ、はい、まずちょっとこいつの紹介をさせてもらいます。お願いします。まず電源入れますね、ここ見てください。どういうことですか、電源？デジタルなんですよ。ほら、うわ、しかもこれタッチパネルで見て見て、オープニングかっこいいですね、ロゴが。シュッシュッシュッって、ほらシュッシュッシュッみたいな。サクサク動きが。ちょっと音出してみます、これ。スピーカーないじゃないですか、だって。え、ドラム鳴るんすよ、まず。マクさん、どっから音出てるんですか、これ。こっからっすよ。え、ちなみにこのマイクもついてて、ちょっとあーって言ってます。あ、あ、おー、すごい、すごない？すごいすごい。いや、すごい。音の臨場感やばない、これ。やばいっすよ、こっちで聞いてるとマジでどっから鳴ってんだろうって感じですよ。こっから全部鳴ってるとは思わんよな。思えないっす。で、しかもこれね、これはワイヤレスなんですよ、全部。これ何なんですか？これフットスイッチ。え、プリセット4つまで入れる。へえ。で、これループ機能がついてて、はいはい、ループにするとこれループは回し元で使えるみたいな。はいはい、へえ。じゃ、ループ機能使っていきましょうか、一回ね。ループ機能とは何ですか？あの、例えば一人でまずリズムから始めて、次バッキングギター入れて、はい、その上にリードギター足すみたいな。あ、自分で弾いて取って重ねていくってことですか？そう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 、ちょっとやってみるな。無限に遊べますよね。でもシンガーソングライターの人とかさ、うんうん、これ一台であの街出てさ、うん、いけるような。いや、そうっすよね。ちょっとせっかくやからさ、今の曲合わすかカバーしてみるか。お、2人で。聞きたいです。ゆらちゃん大丈夫？大丈夫。じゃあ撮るか。いきまーす。はい。いいんじゃないですか。ありがとうございます。いいんじゃないですか。ミリアちゃんってギター弾いたことないんやっけ？ないです。1回も。いや、買ったんですけど、すぐやめちゃいました。 F コードで挫折したんで。そこまでもいかず、なんのなんか綺麗な音がなくて、なんかやってもいいんじゃないですか、これ。いいんじゃないですか。C コードとかわかる？わかんないです。本当何もわかんないです。忘れちゃいました。マジで F むずいっすよね。 F は多分、な、 C は2弦の1フレットを押さえて、ここ、うん、はい、で、ちょっと待ってよ。ここかな、ここ
もう一個下。ここ。うわ、そう指が。一番下は鳴らさずに、親指で軽く触れるみたいな。そんで、じゃらーんって。おおいいねいいねいいねいいよいいよ、やっぱなんないですよね、綺麗に。これがもうちょっとこれ、うん、これがで多分薬指で他の弦触れちゃってるから、もっと立てて、えっ、ー、そう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 さっきより一番ね、何がかんだかな、いいいいいいね、E マイナー、こことここ。マジで難しいっすよ、ギター。そういう2つで、あとは全部つっちゃなーって。あー、いきました、これいきました、いいよ。ちなみにこれ中指だけにすると7ギター、マイナー7みたいな。あ、そうそうそう、よりちょっとこうドヨーンとした感じ。はいはいはい、すごい。どうですか、弾きやすいですか。弾きやすいも何も分からんのちゃう。そう怖い怖い怖い。じゃん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 。おお。じゃん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 の時は弾くんですか。いや、からピッキングするみたいな、この。あ。むずいな。ほんまに分からないです。むずい。できる気する。ホワイトボードが分かりやすかったですね、やっぱ。確かに。あ、うん、見たら。でもこれって音を出さないとどれぐらいなんですか、生音って。切ってみる。これちなみにゼロ。これゼロ。なんかチャカチャカって。あー、なんかエレキのアンプに挿してないやつみたいな。先ほどマックスやってみる。これマックス。これマックス。ドラムマックスかな、これ。音いいっすね、マックス。いいっすね。じゃあ、あの、そのアンプじゃなくて、なんだ、そのスピーカーから音出さなければ自宅で練習とかも結構。ああ、そうやな、静かに弾くのは全然。うん、いいっすね。もし練習する初心者の方とかだったら多分めっちゃいいんちゃう。なんか良さげっすね。なんかいいですよね。ゆうやちゃん掘りたいよな。で、ボーカル活動し始めてどれぐらいの歴としては2年くらいです。ああ、めっちゃ久しぶりだ。2年。それまで何してたの。普通にうなぎ屋さんで。ああ、バイトみたいな。屋さんどうみたいな。目覚めたきっかけなの。なんかつまんなくて毎日同じことするのが刺激欲しいなと思って。パンクロック精神芽生えてくる。芽生えてきちゃって変えたのかみたいな。そうね、ほんでそっからバンド組んでみたいな。そうですね、ガールズバンド最初やってたんですけど。え、じゃあ今のあのアンフィルファイルド。アンフルフィルド。アンフルフィルド。めっちゃかっこいいね、アカツキっていう。へえー、あ、今やってらっしゃるバンドの曲ですね。そうそうそう、曲がめっちゃかっこよくて、はいはい、音もな、メンバーさんがその音楽専門学校の人。そうですね、結構一人。音すごいね、クオリティが。マジですか。一人でやってんだろ、そのミックスとかも。ほぼ一人でやってますね、その人。え、あれですか、YouTube とかで聞けるんですか。あ、聞けます、聞けます。あ、概要欄貼っときますね、それも。あ、ありがとうございます。じゃあそんな感じで、あの、よかったらこれ概要欄に多分いろいろ貼ってるんでチェックしてください、はい、よろしくお願いします。じゃあ今日オチは何かあるんですか。オチは。オチ。いつも別にそんなオチやろうみたいな思ってはないけどな。自然と生まれる感じやオチって。あ、まあそうですよね、うん。準備してやるもんじゃないですからね。そう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 。なんかこう自然と面白いことになっちゃうみたいな感じやからさ。はいはい。すごいでしょ。すごい。まあ狙ってやるのってやっぱ違うやん。用意された笑いみたいな。それが今生で見れるんですか。私は。うまいっすね。うまいっすね。いや、ちょっと関西人。違いますよ。出身どこ。青森。東北、やっぱ俺なんか関西の人って東北と合うよな。
って言いますよね。ひろきもそうやもん。僕山形です、ね、山形やろ、うん、なんかほんわかしてるよな東北の人って。なんか根が優しそうな感じの、そう、そうこの謙虚な感じな。なんか物静かって言われますねよくね。あ、そう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 、ひろきもそうやもんな。確かにめっちゃ似てるもんタイプ的には。タイプ的に雪国っぽいですか。雪国っぽい。